フリードリ・ヒビル・ヘルム・クリューガー。フリードリ・ヒビル・ヘルム・クリューガー。1894年5月8日1945年5月9日は、ナチス・ドイツの親衛隊、SS の将軍。第二次世界大戦初期から中期には、ポーランド総督府の親衛隊及び警告級、指導者として強制収容所の設置や、ワルシャワゲット法基地の圧など、ユダヤ人迫害に関与し、 大戦後期から末期には武装親衛隊の将軍として山岳部隊などを指揮したドイツの敗戦に際して自殺最終階級は親衛隊大将武装親衛隊大将及び警察大将同じく親衛隊大将のバルター・クリューガーは兄であるプロイセン王国陸軍大佐アルフレート・グスタフ・クリューガーの息子として当時ドイツ領だったストラスブール 現フランスに生まれた。小学校に入学するも卒業せずに、カールスルーへのついでのに入学。1914年に始まった第一次世界大戦ではドイツ陸軍に将位として従軍。三度も負傷する有望な戦いをして一級鉄十字章を受賞している。敗戦後もしばらく軍に残り、海軍のフリゲート艦で勤務したが、1919年7月よりにも参加している。 1920年からベルリンの廃棄物処理企業で働くようになり、1924年からは同社の取締役となった。さらに1928年からは独立会業をしている。なおクリューガーが働いていた廃棄物処理会社にはクルトダリューゲもエンジニアとして働いていたことがあり、二人はこの時に知り合ったとみられる。 1929年11月15日に、ナチス党に入党、党員番号17万1199。1930年8月には、新衛隊、SS にも入隊、隊員番号6123したが、1931年4月3日には、突撃隊、SA 移籍した。クリューガーより一足先に入党して、 当時ベルリン SA 指導者になっていたダリューゲにより引き立てられた。4月5日に突撃隊集団、東の幕僚長及び突撃隊、ブランデンブルク大韓区大隊指導者になった。9月10日に突撃隊集団、東の指導者となり、同時に突撃隊中将に昇進した。1932年7月1日には、突撃隊特務中将及び突撃隊最高。 指導部特務集団指導部幕僚長に昇進し、エルンストレームの側近となった。また7月31日から選挙区5区、フランクフルトアンデアオーダー地区選出の国会議員となった。10月4日よりの突撃隊代表となる。ナチ党の権力掌握後の1933年4月1日にの議長となった。6月27日には突撃隊最上位の 突撃隊大将に昇進、同時に突撃隊体育局の長官に任命され、職業訓練所や突撃隊士官学校の責任者となった。クリューガーはこの地位を利用して、新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーにレームなどの突撃隊指導部の情報を流していた。また7月1日から突撃隊国境警備隊、指導者、7月18日に突撃隊、 会場スポーツ観察官、11月には国家防衛協議会突撃隊最高指導部、代表などの突撃隊の養殖に就いた。1934年より、プロイ選手評議員、7月20日からは、シュトベルリンの市議会議員を務めた。長いナイフの夜事件の際にはレ夢ムはじめ多くの突撃隊幹部が粛清されたが、クリューガーは逮捕を免れた。 突撃隊の地位は維持したものも、レームの後任となった、ビクトール・ルッツによって撃退制服の着用を禁じられ、一時党内で実務を失った。九百三十四年十月二十六日に、突撃隊を離れ、同時に体育局長官に任じられた。しかし九百三十五年一月二十五日に、相当アドルフ・ヒトラーより再度新兵隊、SS に移るように命じられ、 階級は、最初親衛隊将尉であったが、相当命令により、親衛隊大将に転じた。1936年3月1日より、親衛隊本部に配属され、一般親衛隊の国境警備総監。1937年1月26日からは、親衛隊名誉法廷の裁判長となった。1938年5月16日に、親衛隊騎兵総監に、 就任、また1939年1月より、ドイツ馬術スポーツ最高機関長に就任した。1937年7月20日から1939年の、アイダ民族裁判所の名誉判事を務めた。さらに様々なナチ党イベントでのヒトラーの代理人を務めるようになった。第二次世界大戦開戦後の1939年10月4日に、ヒムラーから、 ドイツ軍が占領した、ポーランドのロズ軍政地区を管轄するの、ロズ、新兵隊及び、警察高級指導者に任命されるが10月9日に、中央国境地区新兵隊及び、警察高級指導者に変更されている。また10月4日付で、東部方面行政管区の新兵隊及び、警察高級指導者に任命されている。10月26日に、 ポーランド総督府を管轄するオスト親衛隊及び警察高級指導者に任命され、また1942年5月7日よりポーランド総督ハンス・フランクからも保安担当時間に任じられた。これによりクリューガーはポーランドで行われたユダヤ人大虐殺をはじめとする数々のナチスの戦争犯罪に責任を負っている。さらに9月15日より親衛隊上級地区 オストの司令官となる。在任中の1942年4月20日に、クリューガーは、ポーランドの秘密組織、PZP の爆弾テロによる暗殺のターゲットになったが、助かっている。しかし1943年11月には、ポーランド総督、ハンス・フランクと不仲になり、新衛隊及び警察高級指導者及び総督府保安担当次官職は、 ビルヘルムコッペ SS 大将に交代させられることとなる。1943年11月から1944年4月にかけて第 7SS 義勇山岳士団プリンツオイゲンに配属され、ドイツ支配下のユーゴスラビアで治安維持任務に当たった。同地でも民間人への虐殺を行い、悪名を轟かせた。 1944年5月20日から1944年8月26日までは、フィンランド北方で、第 6SS 山岳師団、ノルトの師団長となった。1944年8月26日から1945年2月15日には、第5山岳軍団の司令官となる。1945年2月20日からは、ドイツの南東戦線のヒムラーの代理人の仕事を、 行った。1945年4月から5月にかけて、オーストリアで南方軍集団に属した秩序警察の特殊部隊の指揮を取っていたが、間もなくドイツが無条件降伏。祖国の敗戦を知ったクリューガーはオーストリアで自決した。兄のバルターも5月22日に自決している。信仰はプロテスタントだったが、新衛隊の方針に従って、教会を離れている。 1922年9月16日にエリーザベとラーゼホルンと結婚。3人の子供の父親となった。出典。出典。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。